ブリタニックは1874年に建造された客船。三隻のブリタニックの中で最初にブリタニックと命名された船である。ブリタニックは1874年に建造され、ホワイトスターラインが所有していた。ブリタニックは蒸気船だったが、補助用の方も備え付けられていた。浸水直前に当初の船名ヘレニックからブリタニックと改名された。 なお、姉妹船にゲルマニックが存在する。当初は移民の移動に使われ、1876年にブルーリボン賞を受賞、その後30年観客船として使用された。1887年5月19日、午後5時25分、ニュージャージー州の東海岸沖350マイルで、霧のために客船セルティックとほぼ直角に衝突。 セルティックは衝撃でバウンドして合計3回衝突した後ブリタニックの後方を通過した。ブリタニックの三頭客6名が即死、他に6名が行方不明になり、両船ともに大きく損傷した。船の沈没を恐れて乗客はパニックに陥り、一斉に救命ボートに押しかけたため、船長は銃による威嚇射撃で混乱を沈めた。女性。 子供優先で避難を開始し、救命ボートが数隻下ろされたが、沈没の恐れがないことが判明し、ボートは引き返した。そして翌朝、マレンゴとブリティッシュクイーンが英語に到達、4隻はニューヨーク港に移動した。ありがとうございます。